子供乗せて保育園まで法定速度以下で送る途中、道路左側の小児科の駐車場からバックですごい勢いで基地車が出てきた。こちらはクラクション鳴らしつつ急ブレーキしたが間に合わず、こちらが安全確認しながら反対車線まではみ出して衝突回避して停車した。私の車がクラクション鳴らしたまま完全停車しているのにもかかわらず、基地車はバック走行を止めなかった。私の車体左後部側面にめり込んできた。警察呼んで、私は一旦保育園に子供を送ったり、遅刻連絡を職場に入れたり、車から出てきたのは推定2ヶ月未満の小さな赤ちゃんを抱いたまま。私は、ああ、このまま赤ちゃんの世話と看病、小児科から出てきたことから推測で、疲れ果ててるんだな。ここは穏便に済ませよう。と思った。しかし基地ママはとんでも理論だった。基地、私はバックで後ろが見えなかった。よく見えていたそちらが車を止めて当然。車の修理代と赤ちゃんと私の治療費出せ。と言い張った。そして赤ちゃんが寒がっているけど、あの人、私怖い。あの人が外で事情聴取させろ。私は屋内で。と警官に頼んだ。そのせいで目撃証言からも私の過失はゼロだと分かっているのに、北風がビュービュー吹く外で私だけ事情聴取された。その後、基地は持論を決して曲げず、4ヶ月も話を停滞させた。基地車はなんだかおんぼろな車で錆びへこみだらけ。その傷も一旦は事故のせいと言ってきた。仕方がないので弁護士特約を使って基地旦那に弁護士から脅してもらった。これ以上長引かせるなら交通裁判にかけると話したら、基地旦那は俺の言うことを聞いてくれないんですと泣き言を言ってきたそうだ。もう基地ママの最初の一言で切れた私は、事故当日すぐに欠勤に切り替え、子供と病院に行き、少しでも痛むところは全て念入りに治療してもらい、車はスチーム洗浄までかけてもらい、ピカピカに直してやった。結局名義人の権限を使って基地旦那が全ての支払いをした。それが決定したと保険会社から報告があった数日後の深夜、帰宅した旦那がうちの駐車場から逃げる怪しい女を捕まえた。警察呼べと旦那に言われて顔を見たら基地ママだった。わざわざうちを調べて私の車に10円傷をつけにやってきたそうだった。傷つけていたところに退路を塞ぐ形で旦那が駐車場に入ったので逃げ遅れたようだ。傷はつけられてしまっていた。つけた理由は10、0なんてずるい。私は赤ちゃんがいてかわいそうなのに。だそうだ。そのかわいそうで大切な赤ちゃんを一人で家に放置してきていた。後のことは保険会社の弁護士と旦那に任せたので知らないが、私は一切を許さない。とだけ弁護士に伝えておいた。車の傷は元に戻り、基地旦那名義で再び今度は7桁に達する振り込みがあったことだけ確認した。